ですよね。彼の胸に抱かれたこと思い出したりして、髪なんか撫でられて彼の腕の中で眠るのが好きだったわ。あー、いいムードね。私はね、あの痩せ型でね、こう目がねすっきりした人が好き。向こうにあの3人いるけど、あ、あのね、2人はもう奥さんがいるんだって。もう1人は若すぎるしね。誰かいい人いないかな。一杯飲みながら話し合える人。日は少しだけお酒を飲んで、あの人の好きだった歌を歌うわ。ゆらゆらと夜から腕に抱かれて、髪なんか撫でられて眠りたい。なんか若いからまだ結婚なんて考えたことないけど、マリちゃん今まででどんな別れ方した？私はね、あの朝別れたのが多かった。え、あのということは夜中中こうずっと一緒にいて？そう、あの夜中ずっと一緒にいてね、あの結論が出るまでねこう話し合うの。あ、そう。それで別れちゃったの。でも別れってね、結論が出ないものだと思うわ。そういえば私も朝別れたことがあったわ。別れの朝、二人は冷めた紅茶飲み干し、さよならの口づけ笑い。かっこいいわね。私の場合はね、朝が来たのね、さよならあのね、街へ出たなら別々ね。いやーね、ところでね、マリちゃん、話はちょっと変わるけどね、マリちゃんの一番恋の中で一番お熱かった恋は？お熱かった恋？お熱かった恋。そうね、あ、こんなのがあった。ちょっと待って。えい。ほー、惚れちゃったんだよ。くしゅ。でもね、私なんてね、なんていうのかな、こう、さゆりちゃんのは？これはしょうがないのかしら、私って。まりちゃん、こう、情熱だけどね、情熱的だけど、私なんてね、大声で叫んじゃうの。あら、こんな風に。どうでも我慢ができなかったよ。でもそんなの可愛い、私なんてね、男の人を捕まえてね、うんなんて睨みつけたんだから、ちょっと待って。俺の目を見る何も言うな。はい。へえ。でもね、よく考えてみるとね、あのいろんなことがあって別れが来るのよね。別れの時って悲しくて目の前が暗くなるね。私も何度経験しても別れって苦しい。二人の恋は終わったのね、許してさえくれ